最後の夜感なんかちょっと出てきた気がする、うん、めっちゃ綺麗になってるねえ、すごいいい景色見てますね。もう終わるよ。やだ一泊だ。楽しかったやろ。カリヒやろ。しかもこんな長く予定取ってんのに、あんなに体力削って朝早くから動いてんにもかかわらず足りない。足りない。わしが来た時が混んでたのかな。土日とか関係あるんですかね。あどうだろうね。なんか結局その外観がいいから中に入って飲むお茶に価値を感じないっていうのはもしかしたらあるのか。もう入りたてになってたね。なるけどね。いやでもなんかラッキーですよ。夜景綺麗にね。すごい。なんだろう、見るために変わるから楽しい。空の色がね、どんどん暗くなってくから。あ、これこそタイムラプスだった。しかったー。あー、ねー、そうだよね。しまったぜ。ちょっとね、ラボを教える、ね、時間がある。ラボを覚えてほしい。ラボ覚えてほしい。ちょっと汗が先輩すげえな。サウナいるみたいなさ。どうしたこれっていうぐらい桃井の顔の涼しいことよ。顔は続かないんですよ。いいね。あれよ、それの外側よ、私今。ああ、そんな感じ。セアとかだとね、このお茶とか飲んでもう結構バタバタで出なきゃいけないから。そうだね。これがフリーのいいところですよ。マジランドゼリーや。これ丸いのこれなんか多分レッドさってこれいけなかったら。あ、試してた。刺さないんだ。押すものが食べれないまで入れないじゃないですかね。そうね、一口でいけてきない。食べれるか。私だったら一口いけないですよ。そうな。ブドウゼリーみたいな。あれなんか出尽くしたゼリー味。そんなそうなんですよ、ゼリー、うん、手がらしみたいな。あの10円のさ、こういうゼリーあれの味抜いたバージョンみたいな味、ね、そうそう、あのこうやってですよね。そうそう、こういうそうそう、駄菓子屋によくあるやつ。あっちの方がちょっと美味しい。それをもぐもぐしながら飲むんだ、きっと。難しいこと言うね。ちょっと崩して入れててほしいよな。チュルチュルしながら飲むんだ。おごらないわ。あんまな感じらしい。あんまらしい。おごんなかったわ。首かしげてるわ。この絵すごい。いいよね。アイドル2人とちょっと空がこう青い感じ。うん、いいね。すごい、なんか発色いいっすね。そうなんですよ。素晴らしい。いいわこれ。いいわ。ちょっと桃井さん誘われてんのとろ。横顔をいいって褒められることが多い。正面はって気持ちありますよ。鼻かけんだよな。よく言われるんですよ。桃井さん、そこその角度。いいね、いいね。何考えてんすか、桃井さん。アルバム何枚出るかな。この夏アルバム発売します。よろしくお願いします。売れたら台湾でライブしましょう。いいね。いいね。いいじゃん。もうちょっとして桃井さん。もうちょっと来ない。そう。あ、そうそう、うん、かわいい。写真館のやつでしょ。めっちゃ言われた。Good. で口ちょっと開いてっていう時にさ、やめてよ。言われてない。そう、こっちのカメラマンはこうで、そう二人いたの。で、うちのところは化
はもうこっちが一緒で、こっちが一緒で、時計もこっちもなんだよ。ちょっとこっちね、スポーツ狩りみたいな、ちょっと、そうそうそう、細マッチョみたいな。そうそう、こっちちょっとワイルド系だったよね。ひげの人でしょ。ひげの人だったな。よし、じゃあムヒシ、どうやって撮る？どうしたらいいの？お茶、茶器持った？茶器、こう、飲んでる風な。カメラ、カメラ。お茶のCM来そう。あ、ええやん、ええやん。なんか文字出る。お茶みたいな。お茶。やばい。ちょっとバテちゃんの頃、僕はちょっと。持ってきたらいいんじゃない？待って。あれ、バテちゃんに聞いて折ってくれないと。しょうがないな。カメラも拒否するぐらいだ。待って、バテちゃん。近いのかな？そうかな。引き出し書きたくなる。なんか。ちょっと、おちに使うのやめていただいていいですか？あ、確かに書きたい。今日もまた今日
かける。